こんちゃーす、シャチブでーす。こんちゃーす、くるみでーす。新しい挨拶ってことで、シュガートーストにまたまたやってきました。で、なんか雨がすごいな、今日は。あれ、傘持ってないの？ずぶ濡れの男よ。傘持たないね、ノーガード戦法だから。この傘可愛くない？あ、ほんとだね。え、俺の傘は？ないよ。だってさ、あげたじゃん。あげたじゃん。忘れた。多分2、3本くらいあげてんだよね。ごめんごめん。忘れちゃったまた。うん、いや、だけどさ、すぐ忘れるんだよね、なんか。うん、え、みんなもさ、ない？傘忘れ。待って、なんか誰も答えてくれないんだけど。そりゃそうだ。え、悲すぎない？ちょっと。え、なんもない。あ、ちなみに今日ね、くるみさんが作ってくれたじゃがりこ T シャツで、うん、島に遊びに来ております。懐かしいね。どう、このじゃがりこ T シャツ可愛いでしょ。ブロッコリー着てるのかな。ちょっと行ってみる。うん、ブロッコリーのところに。ブロッコリーのところ行くか。うわ、あ、ジャック。あ、ジャック先生。あ、なんか見た目、服装変わった？いや、変わってない。変わってない。あ、待って、黒の傘なんだ。うん、ワルタって言ってる。あ、本当だ、ワルタって言ってる。おい、伝染してんじゃないか、また口癖が。本当よ、ご近所さんやからな。あ、確かにね。うん、今日はどんな一日になるかな。特別なことがなくても小さな幸せに気づけるといいね、ワロタ。ワロタ、ワロタ。あ、でもジャック君はだいぶ前に服あげたけど、それじゃない多分。うん、なるほどね。うん、ブロッコリーの家どこ。え、覚えてないの、大親友ブロッコリーの家は。ちょっと待って、あったあったあった、ここか。そう、明らかにブロッコリーってわかるでしょ、あの周りのもので。確かにね。まあ家が特徴的だからな。うん、お、なんか作ってわかるじゃねえか。ほんとやん。ガンガン叩いてるね。てかまだ鼻水飾ってんだ。あ、ほんとだね。これってさ、具体的にどれぐらい飾ってんだろう。ずっと飾ってんのかな、やっぱ。多分どんどん物を上げていったら多分入れ替わっていく感じだと思うけど。なるほどね。うん、逆に上げないと入れ替わらないってことか。そう。なるほど、そういうことか。うん、お、社畜くん、足元に気をつけてね。何か落ちてるかもしれないから、ワロタ。ワロタ。ワロタ。今ね、積まれた本を作ってるところなんだよ。あ、そうなんだ。積まれた本。え、だから俺持ってんだよね、積まれた本。ね、持ってるよね。そう、前は欲しかったけどさ、もうゲットしちゃったんだよね。え、積まれた本だったら金も作り方してるって、ワロタはなんか笑われてんだけど、馬鹿にされてるね、これ。馬鹿にせんといて、知ってるよ、もちろん。そうだったのか。さすが社畜くん、物知りなんだね。そうよ、物知り博士って呼んでくれ、気軽に。物知り博士、ミスター社畜と呼んでくれよ。僕、積まれた本をいろんな人に教えたくて、作り方をメモしてみたんだ。お、そうなんだ。なんかいらないんだけど、俺まだ持ってないレシピちょうだい。積まれた本いらないわ。持ってるな、私。そう。ほんとそれよ。で、部屋の中特に変わってないか。前来た時とそんな変わってないね。うん、お、鼻水だけど、なんでこれさ、いつも、こうやって向けなん。それな。え、これ逆ちゃう？なんかね、人兵のソファーもそうなんだけど、うん、ね、逆向きのあるよね。飾るものじゃないぞ。確かに。うん、ね、これ、つけるもんじゃないの。これ、音やばいよな。どれ？聞こえないのか。その椅子。マミ椅子。なるほどね。そう。そっか。プーみたいな音する。音消してるからね。だけどなんか子供のなんか好きそうな椅子であるよね。うん。子供の頃に使ってた椅子みたいな。プーみたいな。ブーブクッションか。ブーブクッションしてるみんな。知ってる。あれってやっぱ有名なんかな？有名だと思うよ。そうなんだ、うん。ブーブークッションね。壁紙カラフルやな。あ、ほんとだね。この飛行機のやついいよな。かわいい。ね、子供部屋って感じがして。うん、なんかさ、小学2、3年生ぐらいの時に、こういう壁紙にめっちゃ憧れてた。うん、なんか小学2年生の時に俺引っ越したんだよね、実は。うん。そう、引っ越してさ、で、その時に新しい家を買ったんだよね。うん。で、なんか注文住宅だったからさ、なんか壁紙を確かカスタマイズできたんだよ。はい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 、で、その時にお母さんに、もうこれがいいよーみたいな感じで俺めっちゃ狙ってたんだよね。なんかその、水色で、なんか電気消すと、なんか光るみたいな。なんか蝶々かなんか忘れたけどさ。それがいいわって言ってたけど、なんか気づいたらね、普通の白でしたね、あれ。悲しかったね。いや、だけど。大人になった時に、大人っていうか、成長した時に恥ずかしくないように、お母さん考えてくれたんやな。多分ね、今思うとさ、うん、黒歴史になるとこだったから良かったわ、と思って。友達が遊びに来た時に、おい、社畜の部屋なんか、あれ、なんか壁紙が幼稚くないかみたいな。おい、やめろやめろってなるからね。あ、良かった良かった。お、
ジャスティン。お金が。ダメだよ、それは。なっている。誰も見てないな、今。いや、見てるから。ダメだよ。大丈夫だな、これ。見てるから、おい。ダメだよ。怒ってる。もう怖い、くるみさん。ダメだよ。お金のことなんて怖いよ、ダメだよ。ベイベイ、君なんか雰囲気違うね。何そのテンション。前も喋った気がするんだけど、うん、イケてる魚との出会いを求めて、あ、待って、もしかしてさ、うん、今ジャスにいるっていうことで、これもしかすると他の人の島でも売ることできたりするのかな？売れる。あ、売れないか。売れなかった気がする。ほら、やっぱり。あー、無理なんだ。地元の人しかダメみたいな。なんでな、魚好きだったらさ、他の島から来た人でもいいんじゃないの、うん、ダメなの。それ前やったよね。もうやったか忘れたけどさ、もう結構昔だからさ。いや、結構昔っていうか最近だった気がするけど、割と。1ヶ月前ぐらいだった気がするけど、ワニーさんのお家。お、ワニーさんだ。豊、うん、作の家。至るところにさ、なんか、スズランあるんだよな、千島。俺の島もそうだよ。うん。でもスズランさ、いらないから撤去してるね。なんかそこら辺に生えちゃうからさ。マジ、スズランめっちゃいいなと思う。あ、そうなんだ。てか、社畜さん気づかないの？何？何が？あのさっきの和風の橋？いや違うよ、なんか違くない？今日の私見てもわかんないの。はい、彼氏失格。はい、バイバイ、お開きします。ちょっと待って、あ、目が違うわ。そうよ、目が違うんよ。あれ、目だけ違う？そう、なんかさ、前さ、私にさ、顔が違ったわ、気づくのかみたいなやってたじゃん、うん、だからお返し。え、こんなわからないじゃん。ちょっと待って、目だけ違うじゃん。いや、ちょっとじゃあ私今から戻してくるわ。ちょっと今の顔覚えといてね。うん、覚えとくわ。いや、もう全然違うから。確かに言われてみたら、うん、いつ気づくんやこいつはと思って気づいたらもう動画終わりそうになってるって。そうよ。あれ、これもしかして動画終わるまで気づかないのかみたいないつ気づくんやって思いながらさ。てか今社畜さんがおるとこちょっと重いな。てかさ、メガネやっぱり取ると全然違うね、目が。うん、雰囲気全然違うわ。なんか最近さ、ずっとメガネつけてるから。いやー、なんかね、新鮮、なんか新鮮だね、うん、てか待って、俺の目の色なんかおかしくない？ちょっと待ってよ。前さ、顔ちょっと変えたじゃん、整形したじゃん、うん、なんか若干違うよねこれ。え、俺こんな目の色だっけ？待って、結構前からそれ青の目にしたよね。あ、そうなの？覚えてねえわ。ちょっと待って、覚えてなさすぎやろえ、この前さ、なんかこれジンペイ2ですよって言ってたじゃん。あ、確かに本当だ、言ってたじゃん。自分でこの目の色と愛嬌のいいこの顔みたいな言ってたやん。さすがくるみさん。ほら見て。さすが。顔違うんでしょ。ほら全然。ほんまだ、全然違うじゃねえか。全然違うよ。なんで気づかないんだよ。全然誰だよ、気づかないやつは。もう本当に。本当に。プンプンプンよ。プンプンプンよ。プンプンプンよ。本当それよね。プン。あ、全然見てないじゃん。ちょっと待って、もう一回プンしてプン。プンして。いや、くるみさんのプンはレアだからね。プン。ちょっと待って、何、ちょっともう一回プンしてよ。もうしません。はい、え、なんで、もう、なんで俺手叩いてんの、そして。怒ってる。プンみたいな。なんで気づかないんだよ。なんであのプンって。うん、何が？じゃあ俺ガーンしとくわ、はい。怒ってる。めっちゃ怒ってるやん。これすごくない？かかとでさ、重心取ってんの。うまいわ。てか、俺ずぶ濡れだわ。これ帰ってお風呂入らないといけない。やばいよ。グロ注意すぎるって、これちょっと危ないと。つけ刺さってる。もう、つけ刺さってるよ。ダメよ。あ、ここいいね。いいですよ。ここベスポジやわ。お、あれ、ここさ、いい写真撮れそうだね。うん、そうだよ。いい、いいね。ここいい写真撮れるよ。ちょ、気に入ったわ、ここ。パチ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 。パチパチパチ。カメラ起動してもいい感じよ。あ、そうなの？うん。よいしょ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 。おわ、ちょ、もう間違えている。ほんとだね。よいしょ。テク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 バイバイ。どこ行くの？テク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 、どこ行くのって感じなんだけど。じゃあ俺もいい子と。よいしょよいしょよいしょ。すごくないこれ。顔の向き。顔の向き。顔の向き。じゃあくるみさんこっち来て。何？おしゃれな写真撮りたい。おしゃれな写真。あ、目つぶった。これさ、たまに目つぶるよね。そう。よいしょ。最近私めんどくさいからさ、うん、さっきのなんか何も表示しないやつでさ、パソコンで撮ってるわ。確かに。めんどくさいから。だから何も表示しない機能さ、うん、最初からつけてってなったんだけど。いいよね。実況者からしてみたらさ、うん、あれかなり重要なんだけど、うん。多分同じことをね、思ってる人結構多いんじゃないかなと思うね。お、姉貴じゃないか。俺の生き別れの姉貴がいるよ。お、ジンペイさんもいるね。なんかめっちゃ横目で見てくる。何何何。
朝起きた時外が雨って空気でわかるの。あ、そうなんだ。うん、まあ、空気っていうかなんか湿気でわかるよね。確かに曇ってたもんさっき。うん、そうだね。てか人平めっちゃうろうろしてくるじゃん。何何何、はい、めちゃくちゃ俺のこと気にしてくるじゃん。あれ待って、パイナップルのあれなの、うん、傘なんだね。そう、飛び漏れの時と違うんだよね。使い道がなくて残念だわパネーナ。世間話もまた後で。あ、世間話しようか。この島の博物館ではね、美術品なんかも見ることができるのよ。プテラノドン。せっかく遊びに来てくれたんだから、ぜひ見ていってちょうだい。私のおすすめスポットなの、パネーナ。あれ、化石のお話はなかった。ああ、なんかね、たまにさ、私これがお気に入りなんだよね、みたいな内容のね、会話があるんだけど、今日はないね。雨のシュガートースト、気に入ってくださったのなら何よりです。ラブ。かわいい。なんかさ、口癖多くない?ここの島、うん。だけどさ、口癖つけることができるってことは、うん、ある程度仲いいってことだよね。そうだよ。まだ写真持ってないよ、これ。持ってないけど。逆に珍しくない?そう、なんかね、ランダムでしょあれって。あ、一応ランダムではあるね。その候補が何個かあって、一定確率で入手することができるみたいな。うん、パネーさんとも相当さ、親密度高かったと思うんだよね。ああ、確かに初期からいる住民ってもらいやすいもんね。そうそうそう。けどもらえてなかった。え、でも人平もらえてるでしょ、うん、人平はもらえてる。ああ。けど他の住民ももらえるはずなんだけどね。なんかもらいにくくなったんだっけ。あ、そう、もらいにくくなってるけど、具体的にどうもらいにくくなったか忘れたわ。人平はもらいにくくなる前にもうすでにもらってたんだよね。ああ、なんか調整入ったからな。はい、ってことで今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。バイバーイ。